新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 COVID-19 の世界的大流行により、この数年間社会も大学も急激な変化を経験してきました。しかし、このような社会情勢であればこそ、皆さんの才能を社会の中でよりよく生かしていくためのさまざまな選択肢があることを常に心に留めておいてください。困難な状況の先に広がる輝かしい未来に向かって共に歩んでいきましょう。ようこそ東京大学へ。入学式でしたけれども、はい、今のお気持ちいかがですか？もうなんかすごく嬉しくて、これからの大学生活がすごく楽しみです。今は、はい、入学式の前に授業が始まるんで、やっと今こう入学したって実感があって嬉しい気持ちでいっぱいです。将来の夢とかって聞かせていただけますか？まだちゃんとは決まってないんですけれど、宇宙のことについて研究したり、ロケットの作成とかに携われたら嬉しいと思ってます。いろんな社会の問題がある中で、そういう解決に少しでも資するような人間になりたいと思います。為替が20年ぶりにですね、の円安水準に達したということがございましたが、為替の安定、これはもう重要でありますし、特にも急速な変動は、望ましくないと。円安が進んで、輸入品等が高騰をしている、そうした原材料を価格に十分転嫁できないとか、あるいは買う方でもですね、賃金がその伸びを大きく上回るような、それを補うようなところに伸びていないという環境、そういうことについては悪い円安ということが言えるのではないかと、こう思っております。ではですね、勝手ながら最初に東京都における感染状況からお伝えをしたい。コロナも本当に長い長い戦いが続いておりますけれども、で特に最近の傾向ですが、顕著なのが20代の感染者数。今回は若い方を中心としてワクチンの追加接種を呼びかけてまいりたいと思います。そしてまた若い方でもこの後遺症無縁ではないんですよということも改めて声を揃えて発信をしていくのはどうかということであります。まさに今置き換わり、 BA.2 への置き換わりも非常に早く起こっているというのが、この点についても同じだと思います。要は自分自身を守ることと大切な人を守る、感染の連鎖を断ち切るということで、若い世代の方々に対してワクチンの接種をお願いをする。先生が避難できてるか最近まで連絡取れなかったので心配にしてました。ずっと会ってなくて、戦争が起きてるけど起きてて、ちょっと心配だったから取ってもらいたいです。お帰りなさいって伝えたいです。ありがとうございます。これもらってください。プレゼント for you。おかえりなさい。I am very happy and I feel safety in Japan. I love my student and my sensei and wait for this moment very exciting.覚え
really happy to be able to play here in Suganami, and also we really enjoy playing together, and this was a great opportunity. We are really grateful to be able to play cello again. This song is about our home. It's about Japanese home, but I also played about our home in Ukraine. We had to leave our homes. But anyway, we are happy. We are happy that we are in Japan now. I like this country very much. Many times I was here with our national opera of Ukraine. I'm playing in our theater, so I'm very happy to stay in Japan now in such difficult period. Thank you.